本日はですね、こちら私が普段こう作業をしている環境になるんですけど、今ですねちょっと片付けておりまして、その理由がございます。そちらのですねお話を本日はしていきたいと思うんですね。このモニターですね、こちらを買い増ししましたので、そちらのモニターのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、では早速ですね、そちらのモニターのご紹介をさせていただきたいと思うんですが、27インチのですねこのミニ LED のモニターを購入いたしました。でこちらにですねこの参考までにPixel 7a を置いておりまして、とても大きい箱で、まあ、このまま送られてきまして、あ、でけえ箱このまま送ってきたみたいな感じでですねちょっと受け取りまして、そちらのですね感動というかですね気持ちを最初にお伝えさせていただきたく思いました。で購入したモニターなんですけど、こちらですねイノセンさんですね、私がですねこのアマゾンのセールでお買い得ですよとお伝えしておりました27インチの M2U というモデルになっております。でこちらのですね開封をこれからしていってみたいと思います。参考までにですねこの裏面もですねこの後ろ側、ディスプレイの後ろ側こうなってますよというですね写真が載っていて、ほぼ同じデザインでございますね。では早速中を出していってみたいと思います。はい、ということでですねこの中身出してみました。このサイズのものになるとですねなかなかですねこの開封のライブ感というのが難しいですね。で入っていたものなんですけど、こちらケーブル類ですね。ケーブル類なのですが、こちらが100ボルトのですねコンセント、そしてこちらがディスプレイポートのケーブルですね、こちらと HDMI のケーブル、そしてこちら USB Type-C のケーブルですね。まずこちらが入っております。で続きましてこの本体の AC アダプターですね、やっぱりこちらはちょっと大きいものになりますね。そしてこのようなですね足の部分ですね、ディスプレイの、そしてこちらがアームの部分って言ったらいいのかな、ここにディスプレイをつけてこの上下を調整したりとかする部分ですね。まずこちらちょっと溶けちゃいたいと思います。そしてこちら説明書類になります。まあ、このようなですねペラ類が入っておりまして、こちらがですねこのモニターカラーキャリブレーションファクトリーレポートというですねこちらもついておりまして、この辺ですね長くお付き合いできるディスプレイなんじゃないのかなと思って今回ちょっと奮発してみた形になります。セールだったので安いっていうのもあったんですけど、まあやっぱりですね見れるものを持っているのにあえてこう買い足すというところがですねなかなか大変だったんですが、長く付き合っていければというところでですね購入をしてみました。はい、そしてこちらがディスプレイの本体になっております。ちょっとピントがずれちゃってますね。こちらイノセンさんですねロゴがあって、このように真っ暗なディスプレイなのでピントがずれます。はい、このようなものになってますね。そして背面のデザインはこのようになってます。まあレビュー等を見るとですねこうプラスチックで安っぽいというまあ書いてあったんですけど、まあ十分じゃないかなと思います。でこちらがですねポート類 HDMI、 まあこちらからのがいいかな、 DC 要は電源ですね。でオーディオと USB Type-C ディスプレイポート HDMI の1、2とあって、でこちらにですねこのボタンでの操作となっているようで、ボタン類が向かって右下の方にですねまとまってますね。裏面から見ると左下になります。そして私は使うかどうかはちょっとわからないんですけど、ここにですね外部のですね明るさに合わせて調光してくれるポートがあります。これもですね、まあ、考えによってはとても便利なのかなと思いますね。はい、ではこちらのディスプレイですねこれからちょっと組み立てて早速作業場の方に置いてみたいと思います。はい、現在ですねこのようにですね仮設置状態まで持ってきました。なかなかですねこの組み立てはとてもしやすかったんですが、いかんせんですねやっぱりスペースに対してサイズが大きいので、結構どういう風に置こうかなっていうところが悩んでしまっております。ということでですねちょっとかなり苦労しちゃいました。このようにですね配置をしてみました。まだちょっと細かい整理は終わってないんですけど、こちらがですねイノセンさんのですね 27M2U かな。でそしてこちらが私が以前から使っています LG のですね 4K モニターと、こちらがですね MacBook Pro になりますね。でこちらがサイズ感、14インチの MacBook Pro に対して27インチのモニター2台ですね。でベゼルの方もですねこのようにだいぶ細くてですね、画面は一回り大きく感じます。そして設定の方はですねやっぱりこうボタン式というところがですね若干操作はしにくいんですが、まあ慣れてしまえばいいかなというところですね。ひとまずですねこちらで使ってみようと思います。はい、ということでですね先ほどの形でようやくですね一旦作業するところまでですね組み上がりました。ということでですねこれだけ大きいモニターをですね大
移動するっていうのはですね、結構大掛かりのことでして、まあなかなか大変な作業でございました。で、配線類っていうのもですね、結構固めて置いておいたので、ごちゃっとしたものが出てきてしまって、まあこれですね、これからちょっとまとめていこうかなと思うんですけど、まあちょっとまとまる気がしないなっていうぐらいになっちゃってるので、この辺どうしようかなと思っております。で、まあその辺もですね、徐々に片付けていけばいいやというところで、まずですね、使ってみましたというところのですね、簡単な、すごく簡単な感想を言わさせていただこうと思います。この辺はですね、私もこう動画の編集、写真の編集とはしておりますけど、色にとてもですね、こだわって今までやってきたというわけではなく、綺麗だな、綺麗じゃないなっていうの、まあ、はっきりしないなとか、そういう程度のですね、話になってきてしまうんですけど、まずはこの色ですね、発色、色、そういうところがですね、とってもメリハリがあってですね、ものすごく見やすいディスプレイですね。まあ、明るいというところが、目の疲れというところにつながってきてしまうかもしれないぐらい、明るいです、ディスプレイの方が。まあそれぐらいですね、明るいというところで、もちろんですね、その白と黒の差というところは大きいので、まあ、私普段からダークモードを使っていて、で中途半端にですね、あんまり細かく映っていなかったりとか、明暗差のですね、小さいディスプレイを使うと、その灰色とグレーとですね、白の差っていうのが非常に分かりにくく、ダヴィンチリゾルブのですね、設定っていうのをどうしようって悩むぐらいだったんですよ。ただ私、あんまり白っぽい色を見てると目が疲れてしまうので、そのダークモードを使ってですね、グレーと白のですね、背景の色、まあ、文字入力とですね、というところをまあ統一してるんですが、そのですね、差というのが、まあ明らかにですね、この LG さんの、まあ、以前から使っております 4K 対応のこちらもですね HDR400 かなんかだったっけかなの対応のディスプレイなんですけど、それよりもはるかに見やすいです。でまたですね、その視線というところが変わったので若干見え方が違うというのは当然なんですけど、それ以上にですね、その映像のですね立体感を感じるようになりましたね。これはですね、おそらく黒がしっかり締まっている、でさらにそこの色がですねしっかりと出てくるというところで立体感を感じる絵になったなというふうに思います。で、YouTube 等でですね、その他の HDR のですね、動画を見ると、やはりですね、とても綺麗だな。もうやっぱり、本当にこれ HDR なのっていうぐらいのですね、まあ、映りのディスプレイが、その LG さんのですね、まあ、ちょっとグレードの低いものなので、その LG さんの方をですね、下げるわけではないんですけど、当時、とりあえず 4K 対応の作業しやすいの27インチのモニターを買ったというところで、こちらのモニターを購入したという経緯があって、で、こちらのですね、イノセンさんのですね、新たに 227M2U をですね、購入して、違いっていうのをもう体感しましたところ、やはりですね、綺麗なディスプレイっていうのは目が疲れないなっていうのがですね、よくわかりましたね。まあ、これからもですね、使っていって、どのような感じかっていうのをですね、まあ、大きな変化があった時にお伝えしたいと思います。私がですね、お伝えできるのっていうのはですね、開けて出して設定してみて再生した状態でどうかというそのまま使ってみた時の感想でございますね。まあそれだけでもですね十分綺麗なのが実感できるので、とてもですねおすすめなディスプレイになっております。そしてこのクオリティのですねディスプレイがやはりセールの時とはいえ5万円ちょっとで買えたっていうのはですね、私の中ではとってもびっくりだなという感じでございますね。はい、ということでですね、こちらのチャンネルではですね、普段はカメラですね、写真や動画、他アクションカメラやオールドレンズやドローンやガジェットといったものを楽しんでおります。一緒にですね楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、あとはですね通知を受け取っていただいて、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということでですね、こちらのディスプレイを購入しました、到着いたしましたというですね前日、まあそのちょっと前にですね、アップルさんのですね、まあ、発表会といったらいいのかな、この WWDC23 夜にですね、ライブで、まあ、流されましたねというのを私もリアルタイムで見ておりました。まあ、その中でですね、ちょっと感じたことっていうのをですね、簡単にお話ししていこうと思うんですけど、当然ですね、私もアップル大好きなので、どれもこれも欲しいなっていう前提で聞いていただきたいと思うんですが、それにしてもですね、やっぱりちょっと高すぎるなっていう印象が強くなってしまっております。こちらの私がですね、購入した14インチのですね、MacBook Pro というのも、まあ M1MAX ですね、の64GB のメモリを積んで、結構当時としてはそのハイスペックな方のモデルを購入したつもりで、その購入した時に47万ちょっとぐらいだったと思うんですね。で、今同じモデルを検索すると、まあ52万ぐらいだったかな。まあちょっとざっくりとした記憶で申し訳ないんですけど、という価格帯
をもうはるかに上回ってきちゃいましたよね。もちろんその MacBook というところで Air の15インチが出ましたけど、そちらの方は選択肢がそもそもにそんなになく、まあ、もりもりで購入したとしても20、30万弱ぐらいだったかなと思うんですが、まあ、Mac Studio と Mac Pro、この2つに関してはもう車が買えるレベルになってきたかっていうところがびっくりしました。そして、まあ、とてもですね、映像の体験としては、もう欲しいな、体験してみたいなとは思ってるんですけど、Vision Pro ですね、ヘッドセットの方、VR とも AR とも MR とも言われてなかったのかな、ちょっとこの辺ですね、はっきりと私もですね、詳しく調べたわけじゃないので、まあ、そんな感じでというところで聞いていただきたいんですけど、ただそれでもですね、やはり金額がですね、すごいなっていうのはですね、本音ですね。まあ、あのあたりがですね、例えばなんですけど、私の所有しております Pico 4とかが4万円ぐらいで購入できるかなというところだと思うんですね。というのと比較して圧倒的にやっぱ綺麗で、圧倒的に性能もいいのもわかるし、この Mac製品とですね、親和性が良くて、外部ディスプレイというかですね、そのディスプレイのように見ることもできれば、本体だけでも M2 の、チップセットが組んであって、でもう一つですね、そのチップセットが組まれている単体でもですね、とても快適に使用できるモデルのようなんですが、まあちょっとそれをですね、おいそれと簡単にじゃあ欲しいよっつって言って買えるかっつうと、もうそんなこともなくですね、いいなと思って見てるだけでございましたね。なんかちょっと前までですね、じゃあこのあたりのものを買ってみようかなって思えてたんですけど、どんどん、まあこの為替の影響というのもあるんでしょうけど、手の出ないものになってきてしまって、そこがですね、私みたいにこう末端のユーザーからしてみるとちょっと寂しいなって思った。もう少しですね、こう手に取りやすい価格帯のものっていうのも出てくれると嬉しいなっていうのを感じたのがちょっと本音でございました。ただですね、その M2 Max のですね、 Mac Studio に関しては、まあちょっとしっかりと使いたいって方に関してはなんですが、手の出やすいですね、価格帯ではあるんじゃないのかなっていうふうに思いました。というのがですね、ちょっと感想でございましたね。やはりですね、その新たなユーザー体験というところで、そういったものをこう提供してくださるアップルさんってとってもすごいと思うので、またですね、私もちょっと頑張ってですね、何か楽しいものをですね、購入できればいいなと思いながら、今後もちょっと頑張っていければと思います。今ですね、こう自分の手に入れた環境と、まあ、それに伴ってですね、カメラですね、カメラ類を楽しんでいければいいかなというところで、できるだけこう欲を抑えて生活していこうと思っております。ということでですね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。バッ。